業務スーパーでダイエットにおすすめの大豆ミートを選んできました。早速本題に入っていきますね。でなぜ私がこの大豆ミートをダイエット食に選んだかという理由なんですけれども、こちら今からご紹介するこの大豆ミートというのは食物繊維がたっぷりであること、そして高タンパクで、しかもこちら書いてありますね、コレステロールもフリーということで、もうとにかくダイエット向きなんですね。でベースはやはり腸内環境です。今お伝えしたポイントはすべて腸内環境を整える上でとっても大切な要素です。その結果あなたの腸内にいるその痩せ菌と呼ばれる善玉菌を、まあ、元気な状態にすることができる、結果痩せ体質になることができるんです。では早速一つ目ご紹介していきます。こちらです。マルコメさんから出ている大豆ラボシリーズ、大豆のお肉のこちら見えますか、ミンチタイプなんですね。もう本当にあのもうミンチですよね。こうミンチが乾燥したタイプなんですけれども、こちらがじゃあどのように普通のお肉と比べてダイエットに向いているのかということをお伝えしていきますね。でまず豚肉と今回比較しております。でこのデータはこのマルコメさんがですね、この大豆ラボで検索するとあのデータとしてあのホームページ上で出していらっしゃったので、そのままお伝えしたいと思います。では豚肉で比較した時のこちら大豆のお肉ミンチタイプというのは、豚のあのひき肉 100g に対してこの大豆のお肉ミンチタイプは 29g だけで OK なんです。あの水で戻しますと 100g になるんですよね。なのでここイコールにさせていただいてます。この内容量がまあ同じですよということ。でその時にですね、こちら比べていきますよ。このミンチタイプ、普通のこの豚のひき肉 100g は 236kcal に対して、大豆のお肉ミンチタイプ、まあ、戻せば 100g ですね、がなんと 97kcal に落ちるんです。ということはカロリーが約 58% もここでカットできるんです。でまた脂質です、 17.2g あるんですね。それがなんと大豆のお肉のミンチになると 1.1g、 脂質が約ここで 93% もカットできるんです。でまたお肉では取れないこの食物繊維、この合いびきに、あ、ごめんなさい、豚ひき肉だと 0g なのが、この大豆のお肉ですと 4.3g、 食物繊維がここで 4.3g きちんと取れるということは、あなたの腸内環境がきれいになって痩せることができるというこの数字すごいですよね。これはダイエット向き以外に何があるでしょうかというぐらいヘルシーで、かつお肉の消化が楽しめて、こんなにカロリーも脂質も大幅カットプラス食物繊維が取れるというのはこのミンチタイプなんです。では実はこの乾燥タイプのお肉ですね、大豆のお肉ですね、あと2種類あるんです。もう2つお伝えしていきますね。で2つ目はですね、こちらフィレタイプもあるんですよ。いいですよね。だからこうミンチとかフィレとかね、楽しいなと思ってます。聞いただけ楽しいですよね。それがこちらです。大豆ラボさん大豆のお肉フィレタイプ乾燥です。でこれも同じく高タンパクコレステロールフリー、食物繊維がたっぷりなんですね。でこちらは、豚肉と比較した場合、豚バラ肉になります。 90g に対してこの大豆のお肉のフィレタイプが 28g で良いんです。でこれ一袋でですね、先ほどのミンチもそうですけど、全部ミンチは 100g 入ってました。でこちらが 90g 入ってますから、今お伝えするこのお肉の量、大体、まあ、ざっくり 300g 前後で、まあ、イコール1袋の量ということですから、お得ですよね。そして、大豆お肉が 28g、 ここイコールです。戻すと約 90g になりますから、イコール。ではフィレいってみましょう。豚バラ肉だと 90g で 355kcal あるのが、なんとこの大豆のお肉フィレタイプになりますと 91.8kcal、 ここでカロリーが約 74% カットになるものです。でまた脂質いきますね。 31.9g 豚バラに対して大豆のこのフィレお肉 0.9g、 脂質がここでなんと 97% もカット
できる。すごいです。そしてまた食物繊維もやっぱり、ね、取れるんですよね。豚のバラ肉では取れない食物繊維がゼロが 4.3g、 先ほどのミンチと同じ数値でしたよね。取れてしまう。腸内環境も整う。で、高タンパクですから、あなたの肝臓が元気になって、肝臓がやはりしっかり動いてくれるとデトックス効果がアップしますから、まあ、ダイエットにもとっても良いということなんですよね。で、これが今お伝えしましたフィレタイプでした。で、最後もまたすごいです。なんとこうブロックタイプがあるんですね。で、このブロックタイプは裏にね、どのように食べればいいですよとかレシピ集が載ってるんですけども、ブロックタイプはなんと唐揚げになってしまうという、すごいですよね。私も早速試してみたいと思いますので、これ私見つけた時ですね、嬉しくてすぐ皆様にシェアしようと思って今回動画作ってるんですけども、こちらを使ったお料理も、今後動画でアップしていきたいなと思っておりますので、お楽しみにされてください。ではこのブロック肉、唐揚げにもなってしまうというこのね、優れた大豆ミートのブロックバージョンはどれぐらいカロリーや脂質が落ちるのかと言いますと、ね、まず、豚のもも肉 90g に対してこの、ブロックタイプ 31g が、まあ、同じ量になりますよということを戻すとですね。そしてこの豚もも肉の 90g のカロリー165kcal に対し、このブロックタイプを使うと 99kcal までダウン、結果カロリーが約 40% ここでカットできるということなんです。そして今度脂質です。豚もも肉の場合は 9.2g あるのがたったの 1.0g ということで、脂質がなんと 89% カットできます。またもともとあるこの豚もも肉ですね、 0g の食物繊維に対してこのブロックタイプでしたら 4.9g が、他の2つに比べてちょっと高いですよね。こちらでしたらもっと食物繊維が取れるということなんです。で、こちらのねブロックタイプが先ほどの唐揚げでしたよね。で、ちなみにこのフィレタイプはですね、ホイコーローになってます。ホイコーローの作り方、アレンジできるわけですよね。ホイコロ作る時のアレンジはフィレタイプで、ミンチタイプは、ああいいですね、麻婆茄子になってます。この大豆のお肉とミンチタイプを使って麻婆茄子作るレシピが載ってますね。ぜひ裏面も参考にしたいですよね。で、皆様もこの大豆のお肉を使って先生こんなレシピ作ったら美味しかったですよとかありましたら、どんどんコメントくださいね。皆様にどんどんシェアしていきたいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な腸活法、ダイエット法、健康法をお伝えしております。そのことで女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。